個人持ちをしてます、うん、トニクスが一番持ちがいいですね、うん、選抜で低反発になったじゃないですかバット、ダメらしいですね、あれ全然滑らないんで。特殊素材を使ってまして、はい、ボールが当たったら硬くなる素材を使ってます。ボールが当たった時の衝撃度が全然違います。なんかつけてる人がいっぱいいたような気がします。次はバットの関係でいったので、はい、こちらで、これ、はいはい、これはまあローリングスの滑り止めスプレーですね。こういうのってまあチームで持ってるもんなんですけど基本的には、はい、まあ、僕普段からそのバッティングセンター行く時とかも使うので個人持ちをしてます、うん、でいろんなスプレー試したんですけどローリングスが一番持ちがいいですね、うん、乾きが遅い。なるほど、うん、一回振っちゃったら、まあ、バッティングセンター3ゲーム4ゲームぐらいで普通に持ってるなっていう感じがあるのでこれ結構気に入って使ってます。いや僕使ったことないんでね。あ、選抜で低反発になったじゃないですかバットが、はい、でなんか木製バット使ってる選手も、はいはいはい、ちらほらいたんですけどダメらしいですね。やばいんじゃないですか。はい、滑り止めスプレーダメらしくて、はい、まあ、今回の選抜に関しては、はい、であれどうなん、そうなんあんねやって初めて知りましたね。木製でやっぱバッテだけじゃかなり滑る、かなり滑りますね、まあ、その場合だったら僕はあのカッターズでバッティングルーバーあるんですけど、はい、あの手のひらにシリコンがこう貼ってあるやつがあるんで、あれ全然滑らないんで、はい、それこそスプレーいらずなのであの結構おすすめですね。なんか今年のアンダーアーマーの新作のやつにもなんかシリコン入ってたし、ジームスかどっかのバッテにもシリコン貼ってたので、結構ねだから高校生で木製バット使いたいんだったら、まあ、スプレー使えないっていうことを頭に入れてそれらのバッティングローブを使ってみるっていうのもありかなって思いますね。いやー大変ですね、スプレーないとは。ほんま大変だと思います。僕考えられないですもん、はあ、無理です僕は。じゃあバッティング関連なんですけど、はい、じゃあ次これ、はい、これとこれでお願いします。はい、エルボーとフットですね。これ G フォームってやつなんですけど、これ結構高いやつで、もう2万以上しますね。2つで2つで2万以上、はい、これ日本ですか、海外ですか。いや海外です。あ、2万で聞くかな。こういうやつなんですけど、これね過去に動画で紹介してるんですけど、特殊素材を使ってまして、はい、ボールが当たったら硬くなる素材を使ってます。あ、なんか正直触った感じがない、ブニブニ、初めてな、ブニブニしてるじゃないですか。はい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 、でボールが当たった時の衝撃度が全然違います。違うんですね、はい、普通のまあ言ったらプラスチックのやつあるじゃないですか、はい、あれと当て比べしたんですよそれこそ2年3年前の YouTube だと思うんですけど、はい、まあ、それ改めて見てほしいんですけど全然違います。へー、軟球に関してはマジでゼロです。痛さ当たったぐらいの衝撃はありますけど、高球もって言いたいんですけど、高球はそれ以降僕当たったことないんで。あ、これも一緒ですか。これも一緒です。これは本当にあれですね、自打球食らったことあるんですけど衝撃は来るんですよ、うん、ドーンって痛ってなるんですけど全然痛くないです。で体の方までは来ない、ね、来ないです。ちょっとこれ伝わるか分かんないですけど、ブニブニしてます。こんな感じでブニブニしてます。はい、でこっちもそうですね、こっちもちょっと結構特殊ですね。特殊です。いや本当にいいですね。ただこれ足の甲のやつもあるんですけど、はい、ついてたんですけど足の甲にこうなんていうかな、こう繋いでる部分が硬すぎて走りにくすぎて取りました。マジックテープでついてるだけだったんで。なるほど。でも捨てました。へえ。はい。これ結構ね、バス戦で自打球当たった時とか、あのこいつが結構助けてくれてますね。じゃ自打球って骨折するんでね。まあ、エルボーはね、あの僕試合でもつけてるからつってバス戦つけてるだけなんですけど、うん、あの。フットはね、あった方がいいと思う、うんうん、公式野球やってるんだからね、軟式の時はつけてないですけど、正直当たったって知るけどね、はい、っていう感じです。まあ、痛みあると結構パフォーマンス影響しますからね。本当にしますよじゃあこれいきます。
これはね、まあ、これは正直なのなんていうかな僕があの仕事中に捻挫してで今もほとんど痛みとかほとんどっていうかまあ完全ないんですけど、結構野球人生の中で左足首って結構痛めてるんですよ、はい、なのでもう予防でずっとつけとこうっていうので買ったナイキのサポーターです3000円ぐらいでした。これなんかアルペン限定品みたいで、アルペングループの限定品らしくて、うん、だこれをつけることでここのこれ裏面に今テーピングでさっきのフットガード貼ってるんですけど、ここマジックテープなんですよ、うん、靴下がボロボロなんですよ。あ、これをつけることでこいつがもうボロボロになるだけで済むっていうそういった効果もあるっていう、はい、なるほど。もうほんとそれだけですこれに関しては最後これですね、はい、畠山のグローブワックス、うん、これはもうね大人気商品なんで、これなんか見たことありますね僕でも、はい、多分あると思います、うん、これはもう補給面に塗る用のグローブの補給面に塗る用のグローブワックスですね、うん、グリップ感っていうか、はい、キュッてなるんで試合前にちょちょっと塗って、普段そんなめっちゃ手入れする方じゃないですけど、汚れ落とすぐらいしかやらないんですけど、試合前にやっとけばちょっとでもこう落ちないかなっていう、あれ で、ね、まあだから家に置いとくより試合に持っていくようですね。補給面の使用に最適ですって書いてます。はい、なるほど。これはもう昔から大人気ですね。なんかつけてる人がいっぱいいたような気がします、はい、これいいっすよマジで、はい、でこれ結構ねあのバッテリーつけても滑らないです。なるほど。意外とないときはっていう、まあまあめった使わないですけどそんな用途では、うん、っていう感じですね。いやー今日は多分皆さん知ってるものとか、はい、使ってるものとかいっぱいあったんじゃないかなと思うのでまあ今日のあれで見どころっていうかあれはまあ G フォームじゃないですかね。 G フォームですね。あとはまあこのリストガードのその違いっていうか、違いとプロヒッターですね。ああプロヒッターですね、うん、初めてプロヒッターって言葉を今日知りましたまあまあ、あのいろんなものがあるんで、まあ、僕は基本的にだから道具は多いです、うん、持っていく多いです。多いですね、はい、いやちょっとずつ名前だけでも覚えて帰ろうと思うので、はい、皆さんも名前だけでも覚えていただいたらどっかで使うときにそうそう、ね、あ、そういえばってなるかもしれないので、はい、ぜひ見てください、はい、この辺の道具は基本的にG4 に関してはどこでも置いてないか。あのスミレスポーツで僕は購入してますんで、うん、あのまあ、スミレスポーツはあのインスタ、あるので、まあ、見ていただければいいかなと思います、うん、いやだから本当にあの先日も言いましたけど、はい、あの僕の指導してる方とか、はい、いろんな質問来るじゃないですか、はい、道具関連、この前バットの話だったんですけど、はいはいはい、本当に道具関連の話は全部振ってますからね。はい、もう僕が受け負ってますね。でも分からないことはやっぱ分かるって言えないので、はいはいはい、ちょっとそこはお任せ今後もしていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、もうその時のために僕もちゃんと勉強を続けていこうかなと思います。はい。ちょっと楽しい放送になりましたね。そうですね。まあいつもとちょっとテイストが違うというか、まあまあこういうのもたまにはいいかなって思うので、まあ、今後もね、まあ、楽しいというか面白そうな道具とかあればあの紹介しますので、ぜひねチャンネル登録してお待ちいただければいいかなと思います、まあ、これ紹介してほしいとかあれば予算的にいければ買うかもしれない確かに確かに、あと僕が気に入れば、うん、そうですね、はい、またなんか気になる道具とか皆さんあったりとか、はい、まあ、知ってるよとかあったらコメントでお待ちしております。お願いします。というわけで、本日の動画は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。Oh, my God.